です。ネクストモチベーションです。どうしたの？今日は、はいはいはい、前回好評でしたイボシリーズの第2弾やります。前回リーチをやったんだけど、あ、そうね。じゃ今回第2弾は、はい、何でした？第2弾くのいちです。くのいち？え、忍者？くのいちです。何くのいちって？そくのいちで。ちょっと、はい、そのくのいち、はい、やっていきましょう。はい、くのいち、はい、やっていきましょう。じゃあまずさ、はい、そもそも前回もそうだったんだけど、何くのいちって？俺が考えたんだよ。でくのいちっていうのは力士と同じようにこうボールをもらうためのかな、動きの方法です。まあ、やっぱよりね、いい状態でもらうことはピモにとって大事だから、まあ、僕はそれをね、よく考えてる。でちょっとさ、説明しますか？やってみてよ、くのいち。くのっちゃう？くのっちゃうっていうの、今度は検査として。わかりました、いいです。じゃあ、ボール見てみてね。くのっちゃうっていうの、いつくんのかな。あー、え、これくのいち？くのっちゃうんですよ。今、くのってた。くのられてくのられてた、どの部分？この動き？そうよ、なんか。ちょっと待って、もう一回やる。あれ？取られちゃう？くのっちゃいます。今のもくのいち？イエス、くのいち。でもなんかちょっと分かったかも。ほんとに？だからまあちょっと詳しく、あ、OK、です解説してもらいましょう。はい、おう、くのいち、詳しく教えて。くのいちの、まあ、名前の由来は、まあ、忍者っぽくこう相手の後ろに隠れてるってことと、ひらがなのくの、あ、動き方をするから、まあ、くのいちっていう名前をつけました。これ今のこれがく、あ、そうそう、くの字で実は僕動いてるんですよ。後ろで隠れながら、隠れながら忍者っぽく。じゃポイントはいくつか？ポイントはそうだね、3つ。1つ目ね、まずほら相手の後ろにいないと。これは前回と一緒だ。前回と一緒、相手の後ろでこちらがスタンバイしますね。ポイント1。ポイントの2つ目はさっき言ったくの字なんですよ。ここからまっすぐもらいに行くじゃなくて、当て相手いるから相手に当たらないようにこう斜め前おで斜め前に入っていくと相手の目の前でこう受ける。くの字がちょうどいいの。それは考えたことなかったでしょ。なるほど、こっちもくの字。そうだね、あ、はい、なるほど。まあ、で3つ目は、まあ、あとはパスをもらう人とタイミングを合わせて、うん、まあ、くの位置で入ってからパスが来そうなタイミングに、入るっていう、まあ、その3つをある。くの字でくの位置、後ろで隠れてるが忍者っぽいからね。なるほど。ちなみに、ちなみにくの位置はプラスとマイナスがあります。え、プラスとマイナス、マイナスがあるの？そう、くの位置プラス、くの位置マイナス。そうです。お、え、じゃあちょっとそれも教えて。くの位置のプラスっていうのは、まあ、相手がこう面を向けて向いてる方です。あ、相手が向いてる方にくの位置するのが、はい、くの位置のプラス。くの位置プラス、割とこう分かりやすくというか、相手の、まあ、プラス方向にいるっていう、まあ、イメージかな。これがくの位置プラス、はい、相手の向いてない方から、背中の方から行くの、くの位置マイナス。マイナス、はい。最初後ろにいて、はい、プラスをやるときとマイナスをやるときのそのなんか判断の違いとかはある？さすがだね。嬉しいね。プラスの方がパスする人からしても、まあ、出しやすいです。出しやすい。なぜかって言ったら、この相手より、まあ、俺の方が近いから、だからここのパスコースだなって分かりやすいから、もちろん出しやすいんだけど、ただ、はい、そう、見てるから反応もしやすいのがプラスで、マイナスは相手は目から切っちゃうからすごい反応が遅れる。だけどパスの人はより遠くに出さなきゃいけないからちょっと難しくなる。できれば俺はマイナスでいきたい。マイナスの方がこの人の動きが遅れる。めちゃめちゃ駆け引きだ。めちゃめちゃそう、駆け引きしてますよ。もう一回やってみる？プラス？いや、マイナスで来るかも。マイナスで来るかもね。はい。ああ。なんか
イミングだね、なんかやっぱ忍者っぽいね、なんか。普通バージョン、普通に行くわ。くのいちゃうしないバージョン行きます。そうするとやっぱり近い、相手の近い。この手じゃないの。そうだね、今捕まえれたの。こうやってやる。でもこれがやっぱり一個遠くから入ると当たんないよね。しかもさ、くの字で一回そっち行った時俺ちょっと反応したよ。あ、なるほどね。で、入れ替えるんですか。そうそう、追っかけちゃう。斜め前、斜め前。あ、なるほど。あ、いいね、くの字。なるほど。1、2で入る。あ、じゃあ結構 F リーグのくの字やってる。やってるけど言えないよ。絶対やってるやんって相手に思われるし。あ、じゃあそういう目線で F リーグ見てみると面白いかも。くのったみたいな。くのったくのいちみたいな感じで。くのいちからの力士みたいな。やばいね、合わせ技じゃん。どんどんあのね、シリーズ化によってこう変わってきますから。面白い、はい、くのいちやって力士。あー、なるほど。からのシリーズ3弾なんだろうね。あー、気になる。それがくのいちのポイントでした。じゃあこれが、いや、くのられたよ。完全にくのられた。こういうこと、こういうこと。こういう、そうだよね。そういうことだ。こういうこと。プラス。プラスの。これが、イボシリーズの第2弾。はい。くのいちでした。ポイントは？ポイントはね、3つなんですけど、後ろに、相手の後ろにいるようにスタンバイする。後ろスタート。くの字を書くようなんて、要は斜め前、斜め前っていうのね。で、3つ目は、パスをする人とタイミングをして、今だって。ずっとくの字で入ったはいいが、ずっと待てるわけで。そうだね、こっち見てないのにくの位置とかしてもね。そう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 、パス来ないと思う。だから、まあなんならくの位置入ってまたやめてくの位置ループみたいな。からの逆転、マイナスからみたいな。そう、前回見たな。常にこう忍者も出たとこスーッてこう入る。ドロンするね。ドロンドロンドロンね。で、プラスで、あ、そうですね、見てる方から入るのはプラス、くの位置プラス、見てない方から入るのはマイナス。くの位置もあります、はい、くの位置をやってからさらに力士とかできるとかなり強烈だと思うので、ね、駆け引きっていうのはいっぱいしてるので、パワーだけじゃなくて、はい、繊細なそうタイミングとかっていうのもね、気にしてほしいなと思ってます。というわけで今日は終わりです。はーい。